Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。バイオハザードレジスタンスの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。レジスタンススペンサーって最近どうなのよということでね、いつも私ニコライばっか使ってるんですけれども、その前はスペンサーばっかり使ってたんでね、また懐かしのスペンサー使ってみた回を紹介したいなと思います。で、誤解しないでほしいんですけれども、私ニコライが出てきたからニコライを使うようになったんじゃなくて、私最初から銃をメインで使った戦闘するマスターマインドだったんですよ。で、スペンサーでエネルギー回復が早いからスペンサーを使ってずっとやってたんですけれども、ニコライが出てきたと、銃が特化されたニコライが出てきたということで、あ、これはもうこっちの方がはるかに使いやすいやということでニコライになったということになっております。だから銃は最初から私は使ってたんです。何を言ってるのか分かんないけれど、まあ、とにかくニコライが出てきて、おニコライ強いらしいぜって言って銃を使うようになったわけじゃないって、ここを強調したいってだけですよねまあそんなことは置いといて、今日はまたね、懐かしのスペンサーで出てみましたよというのを紹介したいなと思います。で、今日紹介するのはまた2戦で、最初は短い戦いで、2戦目は結構手強いサバイバーたちといい試合したよみたいな、そんな感じとなっております。よかったら最後まで見てやってください。それではおじいちゃん戦いってみましょう。これまでは、はい、 G 行きます。ということで進撃の G スタートしてまいりました。久しぶりだなスペンサーこれでどこまでやっていけるか。結構ね、あの初期の頃のデッキで出てきております。重爆破デッキですね。トラップ持ってきてみたというか、トラップが入ったままもう何も変えないで出てきちゃった懐かしのね、懐かしの構成でいってみたいと思います。さあみんなどうなる。そんなにレベル高い人たちじゃなかったけど、まあまあまあ普通のサバイバーたちだとは思うんですけれどもね。スペンサーでどんぐらい変わるかな。もうニコライがね、やっぱ使いやすくてしょうがないんだけれどもね、特に自動3面で出てくる自動マシンガンと2面で出てくる自動強化タレットがね、やっぱ強いね。あれがすごく使いやすくていいですね。銃強化してこうなってきたら、おっとジャニアリーペちゃん私のカッピーがね、うーん、可愛い女の子たちにいろいろかかっていくから、研究者の連中がね、私の炭を研究した末にね、技術の粋を集めて、その粘液高速なんていうのを作ってくれたからみたいな感じだよね。そういえばあれ、おなら法忘れてきちゃったな。私のね、この腸に溜まったガスを、ね、研究者たちが詰め込んだスーパーおなら法おなら法があるんだけれども、あれがね、なかなか強力なんだけれども、今日忘れてきちゃったね、あれ。まあいいやなくてもあれ強すぎるからね、変な話。あれと自動マシンがあったらやばいですね。ドア前でこうこっそりやろうとしてる連中をボーンって吹き飛ばすと、部屋の中にゴロゴロゴロって転がってきて、その部屋に自動マシンガンとかあった日にはもう、倒れたまま撃ち続けられて死んじゃうみたいなね、そんなところあるからね。あれは恐ろしいですわ。心折れる勢い本当に。みんなどうした、そこで何を固まってるんだ。ドドおい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 、大丈夫か。まあ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 、ウォーミングアップだから、これウォーミングアップ、 G ウォーミングアップね。このゴッドハンド、 G のゴッドハンドが手を振るから体はヨボヨボだからね、すごい。構わん、これでいい感じだね。トラップポイッと置いといて、ここにまたってベッカちゃん、いいね。誰か中で死んだと大丈夫か、なんかあったっけベちゃん、あ、ベッカちゃんにもね、私のこの1ヶ月分の痰が、絡みついていく。しつこい、粘っこい、素晴らしい超反応を起こしていくっていうか、みんな倒れたまま出てこないまあいいや、この辺で爆弾置いとくから、ワンゴね、ワンワンパラダイス、ワンワンパラダイス行ってみよう。あー、犬が粘液弾ベチャ、あー、いけね罠にかかったところに粘液弾ってかけちゃった。うわー、なんか爆発したぞ。マシンガン行っときたいところだが、あー、こら、ジャイナリー、やめろやめろ。おー、トスト頑張った、頑張るじゃないか、ジャイナリー。つかさ、もう1分切ってるね大丈夫か、みんな結構苦戦してるようだな。私は何も特に特別なことはやってないんだが、少し何か噛み合わなかった感じが何かが噛み合わなかった感じだ。やばいぞ、この感染ゾンビで一周プン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 ゾンビでね、決めてくから、プンプンの後ろを越えたと思ったらトラップがみたいなね、
なに自動ライフル、自動ライフル置いちゃうか、これ終わっちゃうな。ごめんごめん、うん、だが、ま、手加減する必要もない、ないからね、うん、4人ちゃんといるから大丈夫だ。じゃあ粘液で、あ、またタンツボ、タンツボじゃない。粘液高速弾いっとく。お前は今まさジャニアリよく倒れんな。グリーンハーブ使い切っちゃったの か。自動ライフルがまだブンブンいっている。さあ鍵置きに来たやつはベチャー、決まった。あれ、あ、あれ鍵置く最中無敵なんだよね、なんか知らないけど。おやりゃ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 、誰もゴールなどさせない。一面で終わりだ、もういっそ終わりにしてあげよう。ここで終わるのだ、みんな終わってしまえ、もういいだろ、君たちはよく頑張った、次の戦いへ移ろうじゃないか。なんかミスったのかな。さあやっていきましょう。今回はねレベル高い人もかなり入ってたんで大丈夫だと思うんだが、スペンサーでむしろ大丈夫かなっていう印象だね。どんな感じになることやら。まあまあ普通にやっていってみましょう。レベルあんま関係ないよね、ほんと40から50で揃ってる人たち、これがすんげえ強い時あるね。なんか私の印象として時間帯にもよるけど、この辺のなんか揃った連中が出てくると パーティーなのかもね。パーティーでゾバー出てくるからすんごい強いんですよ、ほんとやばい。ニコライでギリギリみたいな、ギリギリなんとか勝ったとかもう負けたとかね、すごいもうボロ負けする時もある、もうやばいからみたいな感じで。さあさあやっていこう。ここに出てきたところでバートラバサミこの辺に置いとこうか。じゃん、さあおいで、マシンガンぶっ放してあげるから。あれ、あーこっち来なかったか。まあエネルギーちょっと今ないから貯めとこうか。あ、一人来た、一人来た。ここにでもじゃあこれ牽制で置いとこうね。ああ、誰か入ってきた、タイローンドーン。さすが爆弾には、爆弾平気なタイローンって感じかな。でもタイローンが銃を持っている。粘着弾いっとくか。コーピーン、決まった。バタン。さあタイローンどう料理してやろうか。この地獄の部屋へようこそ。こっち側に来ると結構大変だぞ。じゃあ裏から回られると実はほぼノーガードという状況なんだが。ああ、タイロン早い、さすがだ。マシンガンがないな。この辺でとにかくタイロンにダメージ与える。このまま鍵を持ってかれると厄介だ。お兄さん。ガブ、決まった、いい感じ。感染しなかっただと。ああそうか、感染ゾンビじゃないのかこれ。しまったら感染ゾンビ。どこ行った、どこ行った。それ以上はあれ撃てない。ああ、ああ、なんだなんてことだ、おかしいぞ。もうみんなゴールだね。こっちにいようか。さあおいで。自動ライフルにするか爆弾にするか。エネルギーは順調に溜まってる。タイロンが感染した、いい感じだ。じゃあ爆弾で、ああ、ああ、誰かハッキング、ちょっとやめて。ああ、やめた。じゃあこれね、爆発ゾンビ置いとくから。これで自動ライフル置いとくか、ここに。で、私はこっちから牽制していく。さあさあ、おいで。そこに何かがいる。爆弾置いときたいな。あ、もう来た。来たね。3分。ちょっと多いな。やばいね。なんか、もうちょっとあれ、時間取ったと思ったけど、結構時間残ってるぞ、これ。ああ、ベッカがなんかやってる、ベチャしてやるぜ。かかったかかった、ベッカ。余裕かましてる場合じゃないんだぞ。これで爆弾爆発するかな。間に合わない。あ、間に合わない。まあいいや。3分半。結構やばいかもしれない。ちょっと気を引き締めて、2面は行こうか。よし。ここはちょっと気を引き締めていきたい。おっと、コスト増加。カメラが動かない。ああ、でも引きはいい。これ、警備ゾンビの場所はいいですよ。さあどう攻めていくか、どういう感じがいいかな。こっち側をちょっとずつね、しにくくしておこうね。いきなり最後の部屋で待ってるとすぐあっという間に持ってかれて終わっちゃうから、カメラとか壊されるとね。ここのカメラ1個しかないんだよね。こっち側のドアを挟んでこっち側とあっち側で一気に攻撃とかすると強いんだけどね。でもニコライじゃないからな、ちょっとだけ手数が、銃の手数が減っちゃうみたいな感じだよね。その辺は感染ゾンビでね、ちょっと補っていくから。うわ、来た。ジャニャリがグレポン、グレラン持ってこ来てるね、なんか。この爆弾ゾンビ置いとこう。おお、なんか爆発したぞ。あ、あ、あ、みんなこっちにだんだん接近してきている。わかっている。粘着、粘液高速弾、いけるか。これで当たれ、とりゃ、べちゃ、決まった。
オッケーオッケーマシンガン行きたかった。ここでニコライだったらマシンガン2コスト2とかでね一気に詰められるんだけどね、どんどん。おおおお、やるじゃないか。さあこっちから、あーうまく引っかかっている。ここでもマシンガンがねマジか。まあいいや、ちょっと待ってよ、この辺で感染ゾンビとか帰りに邪魔するからこれ。さあどうする、あれて、あべっかべっかダメベッカがいい感じに引っかかってくれる。もういいや、撃っちゃえばビュー。ベッカはやれたろ、これ来たこれベッカだが、すぐに回復されてしまうぞこれ。あ、爆弾置いとこうね。ワンコだワンコ間違えた、爆弾をどうするか、ここ閉めてで爆弾置いておけば、あれ置けない、なんでこれで。ベッカを助けに来たやつが引っかかっていくはず、かなりみんなダメージ入ってるね。ああ、ジャーニャリーが瀕死、いい感じ。ああ、でも D フィールド切れちゃったね。まあまあいいでしょう。ダメだ、中に入ってくる。くそ、トラバサミ、マシンガン。うれれ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 。それ以上は入ってくるんじゃない。ダメだ、当たらない。この位置、嫌だね。当てにくいね。うらら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 ダメか。くそ、頑張るね、ジャーニャリーも。だが、こっち側から。今度はもう ATM を守る。そのカードキーを取って進め。ここ閉めて破裂ゾンビを置いておいて、自動ライフル、トラバサミにして自動ライフルで決めたいところ。省エネ運転、爆弾出た、いいね。爆弾ここに置いておこう。 OK、 どこまで来た。ああ、あそこか、ベッカちゃんが持ってる感じ。コストが上がっちゃったな。自動ライフルをうまくつけておきたいんだが、まだまだ来なそうだね。5分、6分ある。やばいね、ちょっと。6分か、少し、やっつけて減らさないと無理だね、これ。じゃあ、ここで自動ライフル置いて、裏から狙っていこうか。あー、でもちょうど入られちゃったな。粘液、よし、ここで決める、よっしゃ入ったいい感じだ。これでね、本当は自動ライフルが狙える位置で固められると大きいんだけど、いろいろトラップも置いておく。閉めて、こっちにも自動ライフル2点バースト、これでどうだ。あー、でもこっち側に来ないなら2点バーストになってないよねマシンが出たけどダメだ、間に合わない。なぜかタイロンが倒れてる自動ライフルに何もしなかったのか。よし、いいぞ、タイロンが倒れた。ここでここに固めていく。また3分台に戻したい、時間をなんとか。これ以上いかせない。うわ、ミニガン持ってきやがったこいつ、爆弾でも食らえやったぞいい感じだ。マシンガンが出ない、ダメだ、もう間に合わない。ゴールだー、ゴールされるぞ。どうするどうするどうする撃つしかねえ、ここで撃っていくしかねえ。ちょっとでもダメージを、あー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 、ダメだこりゃ。くー、1人も倒せなかった。4分半、いやー、やばいな、スペンサーちょっと慣れないな。なんかニコライだとパパパパパってどんどん出していけばいいやみたいに思ってるけど、やっぱスペンサーだと他のよりはマシだけど、スペンサーでもエネルギー回復量が足りない感じになっちゃうね。手数が増えちゃう、コスト、カードの10のコスト減らせないからね。よくまあ今まで、ああ、爆発させちゃった、間違えたやばいやばい、焦ってるぞ私は。落ち着くんだ。エネルギーモジュールにしてみたけれども、ここに爆破と、あー、自動ライフル出たね。これ置いといて、さあどう攻めてくる。6分もあるぞ無理だろこれ。ちょっと6分は厳しいぞ。ここ固めていこうか。 D フィールドがどう決まるかだと思うんだよね。この辺トラップいっぱい置いといて、ムンムンゾンビ置いといて、あれスペンサーってどうやるんだっけ、これモジュールショーをなくしといてみたいな感じ。あー、どんどんコストが下がってきたね。いい感じいい感じ。下でみんなも迷ってるのか、あれは。自動ライフここにじゃあ置いといて、あそこにいるね。じゃあゾンビ犬、おお、始まった始まった。あー、誰かタイロンがやられたやったぞ。トラバサミここ置いて、いい感じにダメージが入っている。うわ、カメラがやられたくそ、
これでエレベーター上がってくるよね、きっと。この距離で当てていく、粘着弾、バチョン当たるんだよね、ここ。すごいよね、この距離で粘着弾が届くのがすごい。まあ、こう落ちてくね、放物線を描く軌道を持った武器の当て方、結構得意だから、私。おー、なんか、ゴーンときたぞ、バリア張った、タイロン。やるじゃないか、タイロン、バリア張ったか、ならばこれで決めていく。外した？あー、ちょっとしか入んなかった。やるね、バリア張ってると80しかダメージ入んないのか、すごいな、タイロン。どういう気合なんだ、それ。これでね、飛び道具で破壊することは不可能だ。残念だったな。だが、お前たちがこう入ってこないと何も起こらない。マシンガンで牽制していく。うわ、自動ライフルで私は移動した方が良さそうだ。ああ、もうダメだ、ここ壊されるな。私もならば、ああ、バレリーやめろ、クソ。変なの置くんじゃない。ダメだダメだ、これじゃ3分。3面だ。カッチカチとかにスペンサーならすればいいのかもしれないけどね。今度カッチカチにしてこようか、スペンサーでね。カッチカチで自動タレット3点バーストとかされたらもう何にもできないみたいになるもんね。あとは爆弾トラップとかいろいろ置いとけばね。あと足を止めた時に D フィールドをどう当てていくかだったよね、確かスペンサーは。もうニコライばっかで忘れてきちゃったんだけど、 D フィールドとかあのネメシス決まらないとやっぱ強敵サバイバーにはきついもんね。さあ、粘着弾やるぜ、ベチャッといっとけ。残念だったな。これで自動マシンガン、あ、自動タレットで、あ、ここは高さが違うからどこならいいかな。エレベーターを下げてしまいたい。あー、うまく狙えるやつがない。狙われてる狙われてる、こっちマシンガンいっとけ。いや、ダメだ、狙われてるマシンガン。危ない危ない、使っちゃうとやばかった。あー、1つ目、あ、2つ目、あと1個しか残ってないのか。やばいぞ、これはまずい。あと3分どうするこれ。厳しいな。しかも守りにちょっと守りにくい。これはもう爆弾トラップとか置いてこうね。まだわからない、まだわからないぞ。2分でしょ、結構減らしたね。来るか、何をもたもたしてる、上げちゃうぞ。あれ、なんで上がらない、なんか誰か妨害してるな。いや、上がった上がった、よかったよかった。よし、ベッカ、私とダンスしようか。ベチャ、あ、引っかかってたな、よかった。まあいいやいいや、マシンガンで決めていく。おら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 。残念だったな、ベッカ。いい足だ、ベッカ、いい足、倒れ方だったぞ、その足がセクシーだ。さあ、次は誰だ、見えない、ヴァレリー、違う、タイローンだね。 D フィールドで助けに来たやつをはめる。どうまく回らない。D フィールドのこれが難しい、回し方が難しい。ここで、あー、ハッキングされた、クソ。ダメだ、ここのカメラしかないよね。お、あとはかなり遠くになっちゃうね。あ、でもいい感じにダメージが入ってる。爆弾踏んだな、爆弾踏んだろ。やーべー、これはもう撃つしかねえ。だが撃てない撃てない撃てない、もういいやな、どこでもどの角度でも。よっしゃー、いけー。ダメだ、でも D フィールドだけじゃダメだ。どんどん行く、自動はライフルで、いや、ライフルでいいから、撃て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 、牽制牽制牽制、ちょっとでも動けば D フィールドで餌食となれ。やった、よし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 、やったよしよし、タイロンダウンした、タイロンダウン、タイロンダウン、グレネードランチャー、ここで助けに来た。うわ、カメラが、しかしここは頑張るしかない。回復せよ、ここだ、グレネードランチャー、ファイヤー、決まった。来たわこれ、おじいちゃん頑張った、すごいね。やっぱり倒れたサバイバーを、なんだろう、アユの友釣りしてみんな狙っていくみたいな、これ定石だよね。いや、 G もね、 G もまだまだいけるということでいいんじゃないですかね。じゃあ今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またね、何か新しい動画とかね、いろんなマスターマインドで撮れたら上げていきたいと思いますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。あとはね、アップデートの情報とか新しくありましたらね、すぐにお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きレジスタンスライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。